いわゆる、面白い創作、一般受けのいいやつは、基本的には、完全凶悪、では、ある。ただ、その、邪悪、が以前は虐げられた立場から這い上がった、そういう存在なら、それを倒さんというのはある程度は道理が許さない。しかし、いつまでも負債は、あるわけじゃなく、気づくと罪滅ぼしは終わっていて、そしてそれに気づかないままに、理不尽、だろうか。常にその存在は、邪悪め、その罵声を向けられている。今も？イメージはやっぱり、九尾の狐、ではある。あまり恵まれない環境と条件から始まり、劣等感を土台にして、好ましくない紆余曲折の末に、九尾の狐、となった。そんな。それは手にした権力を用いて苦痛をばらまく。他者から、邪悪め、そう憤りを向けられることしかしない。そこにしか快楽を見出せない。理由を探せ。